てしまいそうになるさっぱり本当にな道の駅一年か嫌というほど味わってきたし結局悔しさなんてものは捨ててきたはずなのに絶望いだくほど悪いわけじゃないけど欲しいものいつも少し手には届かないそんな半端だとねなんか期待してしまうからそれならもういっそのことどん底まで突き落としてよ答えなんて言われたって人によってすり替わってってだから絶対なんて絶対信じられない苦しみって誰にもあるってそんなの分かってるからなんだって狙われて済ませばいいのもう分かんないよバカ散々言われてきたくせになんだまんざらでもないんだ簡単に考えたら楽なことも何かに考えてたんだだんだんといろいろ面目になってもう淡々と終わらせちゃおうか病んだとかもう嫌になったから病割と終わればもういいじゃんか夢だとか希望とか生きてる意味とか別にそんなものは察して必要ないから具体的でわかりやすい機会をください泣き場所探すうちにもう泣き疲れちゃったよ嫌いごとって嫌いだって期待しちゃっても形になんなくて星が僕ら見守ってってっていうしかいないじゃんね君のその優しいとこ深くにも求めちゃうからこの心やらかいとこもう触る